三重県伊勢市、いろんな味の牛乳のほか、とっても濃厚なソフトクリームや甘いプリンが食べられるお店。牛乳を購入したお客さん、このまま帰るかと思いきや、いいサイズ、乳製品のお店にカプセルトイ？あ、プリン欲しかった。プリン可愛くない？え、プリン？プリンが入ってるんですか？こちらの男性は、牛乳の蓋が5枚。5枚で100円。なんと中に入っているのは牛乳瓶の蓋。懐かしい。皆さんも見覚えがありますよね。あります。町の人も、あ、瓶あった。針みたいなので刺して抜いてたのはあるんですけど、丸いのが給食で真ん中に針があ るよ、ね、あれみんなで出し合って口で息出してひっくり返す。このカプセルトイ、去年の12月に開始。山村乳業の商品合計15種類から、ランダムに5種類が1カプセルに入れられています。昔話に花が咲きそうですね。創業は1919年とあって、中にはこのカプセルトイでしか手に入らない昔のレアものも。火曜って書いてある。月曜。あ、本当だ。ソフトクリームなどと引き換えることができる当たり券が入っていることもあるみたい。ラッキーだ。でもどうして牛乳瓶の蓋をカプセルトイにしたんでしょう。もともと瓶入り乳製品が、ちょっと過去のものになっているところに対してすごく課題感を持っておりました。手軽でコストも低い紙パック容器が普及して、大手メーカーが牛乳瓶の使用を中止して以降、瓶の容器の需要は急激に低下。倉庫を整理していたところ、1960年の紙製の蓋が見つかりまして、何か活用できないかというところで、今回こういった形でガチャガチャにして販売することに決めました。販売を始めた途端、売れる。先月からネットでの販売も開始したところ、1ヶ月間で1000個超えるカプセルを販売することができました。非常に驚きまして、想定の2倍以上。回した人の反応は、ちっちゃい時は別に蓋なんか興味なかったけど、今になってめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いし、レトロやなって思います。可愛いなと思って、もう牛乳パックだったんで実物を見たのは初めてです。いい思い出になるんで、可愛いし嬉しいです。スマホのケースに入れたり、楽しみ方は様々。なるほど。レトロの雰囲気が超可愛いと若者に大人気なんです。他にも飾ります。なんと蓋をインテリアに。意外とおしゃれですね。牛乳をですね、美味しく飲むという意味では、この瓶という容器が最も美味しいのではないか。これからもですね、その容器でお客様に美味しさを届けていきたいなというふうに考えております。